はい、どうも皆さん、バンファリチャイスゲです。ということで本日はこの武器、この塔のね、秘宝らしいんですけど、この武器の取り方をご紹介したいと思います。はい、まあ、その前にどういう武器か紹介ですね。はい、エウポリアっていう武器なんですけど、この武器殴るごとに武器がね光っていきまして、専用戦技を使うとぐるぐるっと回しながら真ん中からビームが出ます。めちゃくちゃかっこいいです。しかも強い、まあ、強いで言ってもあれですけどね、ステータスにはよりますが、まあかなり両手刃なんで読めないんですけど、両手に刃ついてるやつなんで攻撃も早いんですよね。手数も多いし、はい、まあ、出血とかついてたら最高なんですけど、まあそう贅沢は言えないので、まあ、とりあえずこの道をグイーッと行ってください。でこいつらはマジで厄介なので倒しててもいいと思います。はい、で一番厄介なのは次ですね。次にもうボス級のやつがいるんですけど、はい、でやり投げしてくるね。はい、もう逃げましょう。あいつと戦うのはもう時間の無駄なんで、でここもマジでこいつが厄介なので、まあ倒してもいいですが、はい、でどこだった、ここですね。もうガン無視していっちゃいましょう。はい、でここの下に飛び乗る。でもあいつはさすがについてこない。でこっからです。ここからここ、あっち、あっちにアイテムがあるんで、アイテムあんじゃんってことでね行ったんですよね。このね下に降りれるんで、下に降りて、で次ここほぴょーんと、はい、乗ります。ここね面白いのが、多分ねめちゃくちゃ美味しくないんですよこのアイテム。そう、うまくないんですよ。まあ、とりあえずこう進んでください。で次こっちで、右にもアイテムありますがマジで美味しくないです、まあ、ただの消費アイテムですね。で今度こっちで、ここ敵がいるんで避けて、はいはいはい、で後ろにもアイテムありますが美味しくないです。でここですね、ここじゃない、ここだ。はい、ここちょっとね難易度高いです。まっすぐ行ってと、 OK、 はい、ここ難易度高いので、で塔の町ベルラート着きまして、で、はい、ここここに、あ、そうそう、雲がねいるんですよ。ここなんか強そうな雲、ちょー、ビーム出ちゃった。この先行くところがあるね。こっちちょっと見てみますか。お、なんかあるね。多分どこかのショートカットになっているのか。ああ、はいはいはい、ここから戻れるようになってるんですね。 OKOK。でここ、はい、呼びましょう。なかなか重め。ん？ここちょっと下が気になるね。ああ、そうそうそう。ここ真珠、獅子舞の上ですね。で、ここから。こっち、ここにこいつらいるんで、まあ、ちょっと邪魔なんで倒しておきましょう。まあ、なんで邪魔かと言いますと、ここにやべえやつがいるからですね。はい、ここにやべえやつがいるんで、ビーム、すげえ、やばい、あと一発なんだけど回復。雷ちゃんの前に倒す。オッケー。おお、こいつマジで半端ない。
いや見ました、この武器のビーム、かっこいいし強いんすよ。しかもめちゃくちゃホーミングするんでたまらんよね。ってことでここですね。ってことで下に参ります。さてことで降りてきてここですね。ここ扉が開けまして、めちゃくちゃ神々しいアイテムがあるんですよ。でそれがこれです。はい、到着でございます。とここに来ればこの武器を手に入れることができます。ただ取るのは結構難易度高いです。ということでお疲れ様でした。